皆様おはようございます。本日も早朝からたくさんの方々にこの小島ボートレース場にご来場いただきまして誠にありがとうございます。さてこちらのステージ上では今シーズンの G2 小島モーターボート大賞出場52選手勢ぞろいでございます。それでは早速ボートレース小島 G2 小島モーターボート大賞の開会式及び選手紹介式を行わせていただきます。まずはじめに倉敷市副市長三宅秀邦により開会宣言でございます。では三宅副市長よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。ようこそ小島ボートにお越しくださいました。本日 G2 小島モーターボート大賞を開催することができますのもこれはひとえにファンの皆様そして関係者皆様の温かいご支援とご協力の賜物でございます。このことに深く感謝し厚く御礼申し上げます。今日から6日間白熱した素晴らしいレースが展開されるものと確信をしております。皆様には最後の最終日優勝レースまで存分にお楽しみください。それではただいまから G2 小島モーターボート大賞の開会を宣言します。三宅副市長ありがとうございました。それでは大変長らくお待たせいたしました。ただいまより G2 小島モーターボート大賞出場全52選手をご紹介させていただきます。まずは本日第一レース出場メンバーよりご紹介いたします。まずは近況ハイアベレージで地元の G2 シリーズに挑戦です。今年尼崎の福娘にも輝きました地元岡山寺田知恵。おはようございます。朝早くからたくさんご来場ありがとうございます。朝の1レースから美人レーサーが揃っているので注目して買ってください。お願いします。ぜひご注目くださいませ。続きまして勝負どころでは先手必勝の積極策を見出すグレートマザーは福岡日高いつこ。飛び抜けて一番上ですけど今節も若者にビシバシ鍛えてもらおうと思います。ぜひ頑張ってください。続きまして豪快で大胆な攻撃で一気に抜け出します愛知永井まさみ。おはようございます。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いいたします。続きまして昨年末からの快進撃はこの小島から始まりました G1 ウィニアです香川平山千佳。おはようございます。小島大好きです。私の中では準地元だと思ってます。最後まで精一杯走ります。応援よろしくお願いします。ぜひ期待してください。続きましてスローだけでなくダッシュからの攻めにも要注目です埼玉中里優子。おはようございます。私のことを100円でも買ってくれればアナです。頑張ります。ぜひ頑張ってください。続きましてスリットでの攻めからの攻撃力もまた魅力です地元岡山金田由紀子。おはようございます。地元です。一生懸命頑張ります。ぜひ応援よろしくお願いいたします。ではここから遠回順にご紹介させていただきます。まずは A1 狩崎まで射程圏内今日もさばきでも見せます大阪兵庫支部星野正彦。おっさんになってしまいましたけど、若いのに負けへんように頑張ります。応援よろしくお願いします。ぜひ期待しております。地元睡眠で明日にスリットの踏み込みから見せ場を作ります東京地元岡山支部選手代表は川崎智之。おはようございます。よろしくお願いします。頑張ってください。続きまして気合のコーストリートスタートそして道中のさばきもさすがの一言静岡服部幸雄。おはようございます。いそいそベストを尽くします。応援よろしくお願いいたします。続きまして2月の浜名湖では完全優勝自在に後半発揮です地元岡山山本浩二。いいエンジンを引きました。頑張ります。ぜひ期待してください。続きまして天勝周年を含めここまで4場所連続優勝で小島参戦東京浜名屋健吾。おはようございます。スーパーシーバスお願いします。皆様ご協力お願いいたします。はい、おっしゃったりしないようにお願いいたします。続きまして柔軟な冷作はもちろんのこと一発の破壊力も秘めています徳島林義則。エンジンで頑張ります。頑張ってください。続きましておおっとすごいですね。続きまして A 発仕掛けで隙を見逃さない走りでレースを盛り上げます香川下田哲也。精一杯走ります。頑張ります。頑張ってください。続きましてスタートは我慢ですが出足を生かした立ち回りには要チェック三重星野太郎。最後まで一生懸命走ります。応援お願いします。応援よろしくお願いいたします。続きまして今年はここまでの半数のシリーズでファイナル進出を決めております栃木須藤孝雄。おはようございます。頑張ります。
ぜひ頑張ってください。続きまして前走地の浜名湖では A 発スタートを連発、今シリーズも注目しが上田陽平、全力出し切って頑張ります。ぜひ応援よろしくお願いいたします。続きまして前走地の下関通算1000勝達成、さらなる下勝で力走を誓います香川重成和人。おはようございます。この間すいませんでした。3月9日レミオロメン大好きな歌です。鼻歌歌いながら楽しみます。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。続きましてスタートで攻め、コーナーでも攻める、国会の運びで上位進出、広島正樹政権。おはようございます。頑張ります。ぜひ頑張ってください。続きまして柔軟な立ち回り、地元や常に高い実績を残します、地元岡山山路正樹。おはようございます。WBC の日本代表のように粘っこくしつこくいきたいと思います。応援してください。ぜひ期待してください。続きまして攻めてよし、刺してよし、さばいてよし、多彩な技を披露します、山口寺田翔。頑張ってください。続きまして先月の戸田周年では大外から優勝、今節も全速戦で魅了します、群馬秋山直行。いいですか、精一杯やります。頑張ってください。続きまして強硬な攻めるレースで他を圧倒します、山口前野良一。おはようございます。頑張ります。ぜひ頑張ってください。続きましてたとえ外枠であっても豪快な突き抜けであっと言わせます、静岡笠原亮。おはようございます。頑張ります。はい、ありがとうございます。続きまして小島の特別レースといえばこの人、トーチ SGV2 の貫禄を見せます、徳島田村貴信。おはようございます。まだ G2 のタイトル持ってないので取れるように頑張ります。ぜひ頑張ってください。続きまして今季の勝率は A1 ペースと好調な走りが続きます、大阪村上康介。おはようございます。最終日まで頑張るんで応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いいたします。続きまして自在な立ち回りでコーナー運びでは機敏です、地元岡山清水敦樹。おはようございます。名前を思い出してもらえるように一生懸命頑張ります。いえいえ、頑張ってください。続きまして前走中の篠崎周年でオール3連帯で V、 その勢いそのままに兵庫吉田俊彦。おはようございます。明治でいきます。応援お願いします。応援よろしくお願いいたします。続きまして小島はこれまで4位出入賞と実績出しています、愛知杉山正樹。おはようございます。 G2 で、穴を出せるように頑張ります。ぜひ頑張ってください。続きまして最近はエンジン恵まれませんでしたが、今回はコース上のエンジンを操って地元と相なって気合倍増は地元岡山瀬能忠之。おはようございます。地元です、全力で走ります。ぜひ期待してください。続きましてもともとこの小島は高愛称の水面、速攻力を武器に構想を披露します、大阪吉永乗雄。 G2 頑張ります。頑張ってください。続きまして前走地三国で優勝、今戦でもしっかりとさばいてみせます、愛知宇佐美純。おはようございます。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。ぜひ応援よろしくお願いいたします。続きまして現実着実な立ち回りできっちりと結果を残します、広島山崎雄二。おはようございます。頑張ります。頑張ってください。続きましてリズムにはまった時の攻撃力はまさに目を見張るものがあります、福岡川上武史。おはようございます。集中していきます。応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いいたします。続きましてさっきの琵琶湖周年で制し、前走地の浜名湖でも優勝と絶好調は広島山口剛。最終日まで真剣勝負します。応援の方よろしくお願いします。応援のほどよろしくお願いいたします。続きまして強気に仕掛ける前速戦は非常に魅力たっぷりは愛知吉島義行。おはようございます。頑張ります。ぜひ頑張ってください。続きまして第54代中国チャンピオンはこの小島の睡眠で G1 初日飾りました、山口大峰豊。おはようございます。小島大輔です。頑張ります。頑張ってください。続きまして A1 復帰を誓って持ち前のスタート力をフルに発揮します、徳島斉藤優。おはようございます。シンプルに頑張ります。大胆に頑張ってください。続きましてボート界最速のレーサーが今節もスピードあふれるタイムで見せます、京都馬場芳也。おはようございます。いいレース的を精一杯頑張ります。お願いします。ぜひ応援よろしくお願いいたします。続きまして久々の小島睡眠ですが、今回もしっかりとアピールします、東京永田雄介。おはようございます。頑張ります。ぜひ頑張ってください。続きまして1月のスミネでは圧勝、勢いに乗ると侮れません、福岡永田圭司。頑張ります。ぜひ頑張ってください。続きまして構想問わず縦横無尽にスピード戦で駆け抜けます、福岡岡崎康弘。おはようございます。頑張ります。ぜひ頑張ってください。続きまして A1 昇格へのダメ押しにしたい今シリーズ、立ち回りも機敏です、栃木金子拓也。おはようございます。頑張ります。ぜひ頑張ってください。続きまして丘の上ではおしゃれに、水の上では大胆にファンにアピールします、大阪岡村正史。おはようございます。ここ頑張ってもうちょい有名になりたいです。ぜひ頑張ってください。続きまして A1 復帰向けて今季に入ってリズム復調です、スタート力持っています、静岡矢野蓮士。おはようございます。一走一走集中して走ります。応援よろしくお願いします。応援のほどよろしくお願いいたします。今季は7点台後半をマーク、着実に自力上昇中、三重新田雄志。いいレース見せます。応援してください。応援よろしくお願いいたします。今季は勝率7点オーバー、この勢いで G2 制覇へ、東京前澤武史。おはようございます。頑張ります。
ぜひ頑張ってください。続きまして今年の小島この男の優勝で始まりました。前走地の桐生でも優勝を飾って地元を連覇のシリーズは地元岡山山口達也。おはようございます。 G2 頑張ります。ぜひ頑張ってください。続きまして元来のスリットの攻めが光れば一発養鶏会は京都ゴリサオタカヒロ。おはようございます。髪の毛ボサボサですが伸ばしてるだけです。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。頑張ってください。続きまして先月下関通算2回目の優勝を追うごとに地力をつけてきています地元岡山井上大輔。おはようございます。頑張ります。ぜひ頑張ってください。最近は苦しい戦い続いておりますが今シーズンから流れを変えたいところ大阪澤田明宏。おはようございます。最終日まで頑張ります。応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いいたします。前走地元の丸亀では優勝元気のいい活発な攻めが魅力は香川片岡正弘。おはようございます。一生懸命頑張ります。そして鳥はこの人です。コース不満の鋭いスタートは魅力的な存在。近況は歯を食いしばるレースが続く中後輩者のスイミングでその思いを断ち切りたい福岡篠崎仁志。おはようございます。小島は相性員で精一杯頑張ります。応援してください。ぜひ頑張ってください。ということで今シリーズ出場52選手ご紹介させていただきました。今一度大きな拍手よろしくお願いいたします。皆様本当に熱いご声援ありがとうございました。ぜひ今シリーズ最終日まで、その熱いご声援よろしくお願いいたします。それでは続きまして今シリーズ出場選手を代表いたしまして地元の岡山支部井上大輔選手にファンの皆様へご挨拶申し上げます。それでは井上選手ステージ中央へよろしくお願いいたします。早朝よりのご来場誠にありがとうございます。本日より開催される G2 小島モーターボート大賞に参加する我々選手一同は最終日最終レースまで全力で走ることを誓います。平成25年3月9日選手代表4410井上大輔。はい、井上選手ありがとうございました。では井上選手そのままにお待ちください。続きまして花束の贈呈でございます。受け取られる選手は先ほど選手代表挨拶をしていただきました井上大輔選手、そして今節の選手代表を務めます川崎智之選手でございます。では川崎選手ステージ中央の方へお願いいたします。プレゼントはピース姫のお二方でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今シーズンの健闘に乗ってお二方に花束の贈呈でございます。頑張ってください。ありがとうございました。では川崎選手井上選手元の位置へお戻りいただきたいと思います。これをもちましてボートレース小島の G2 小島モーターボート大賞の開会式及び選手紹介式を終了させていただきます。では選手が退場いたします。今一度大きな拍手でお送りいただきたいと思います。選手退場です。